東京ゴミ店。ゴミを被写体にしたゴミ展が東京浅草で7日間行われました。250名を超える人が足を運んでくれたそうです。私はエコアルフの下川さんのご縁で最終日にお伺いいたしました。ゴミ×ファッション×社会問題、もっともっと多くの方に知ってもらいたい、そして共感を生み出し、みんなで未来のことを考えながら今できることをしていきたい。主催の岸本くんの言葉、ゴミ物語の第一章の最後の1ページ、作ってほしい。このイベントは未来を救う一歩になる。そしてみんなにこの最後の日を作って、そしてもう僕の個展じゃない、みんなの物語という素敵なメッセージをいただきました。ゴミが語る、ゴミが主役になっているストーリー性のある作品は本当に何かを考えさせられる一枚でした。エコアルフはスペイン初、環境負荷の低い素材にこだわったファッションブランドです。すべてのアイテムを再生素材や環境負荷の低い天然素材のみで作っているブランドです。代表の下川さんは自ら海でゴミを拾ったり、サスティナブル活動を全国で幅広く行っています。また同じ意識を持って一緒に行動している社会活動家の竹中くん、個人院運営を5年、全国をキャリー一つで放浪しながら社会活動されています。肩の力が抜けている Z 世代のサスティナブル活動、ぜひ皆さんにも知っていただきたいと思いました。